皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、知的生産性を高めるための3つのコツ。面倒くさがりの人の方が仕事ができるわけとは、ということについてお話をしてみたいと思います。知的生産性ですね。ちょっと、わかりにくい話だと思うんですけれども、生産性っていうのが、どういうことかっていうのを先に定義するんですが、生産性っていうのは、例えば同じ時間、同じ与えられた環境の中でパフォーマンスがいいという状態ですね。一番わかりやすいのは、同じ時間でたくさんの仕事をこなすって、これが一番多分知的生産性っていうところではわかりやすいところなのかなと思うんですね。時間あたりにできる成果物を増やすっていうことになるんですけれども、これをどういうところで発揮していったらいいのか、どういう考え方で発揮するのか、でその原動力になるのは一体何なのか、面倒くさがりの人の方が仕事ができるわけって、このあたりを読み解くとですね、自分が例えばいやいや仕事をやらなくてはいけないっていう状態じゃない状態を作り出せれば仕事の効率がすごく上がるっていう、そういうお話を今日はしていきたいというふうに思っています。まずですね、生産性を上げるっていうことに関して言うと、先ほどお伝えしたように、ある一定の時間でたくさん成果物を作ることっていうことになりますので、いろんな手段を考えてですね、その生産性を上げるということをするわけですよね。例えば私はよく、タイピングとかに例えて言うんですけれども、ブログが書けない時間がものすごくかかってしまうっていう私のクライアントさんとの話の中で、時間を計ったことがありますかという話をします。で時間を計ると、例えば、2時間とか3時間もちろんかかる人います。文章が苦手な人はまずそこからスタートします。今でこそ私も文章はものすごく書いてますけれども、これを鍛えてくれたのは小学校の先生、担任の先生だったんですよね。毎日日記を出すっていうのが課題になってましたので、その日記をその渡された罫線が書かれているものにびっちり埋めるっていうのが毎日の課題だったんで、毎日が面白くなくても無理やり面白いことを考えないとですね、2行とか3行で終わっちゃうんですよね。そうするとなんか空白がすごく空いちゃうのと、毎日なんか面白くない日々になってしまうので、今日の中で一番なんかトピックスになることはないかっていうことを考えて頑張って書いてた。で当然最初はすごく時間かかってたんですけど、毎日毎日先生に出すうちに、要は月曜日から金曜日土曜日かまで出してたんですけど、それをやるうちにだんだんこう生産性が上がるというか、例えば書き始める前にはもうテーマは決まっている。で例えばその家に帰る道すがらだったとしても、それを書くっていう宿題があるわけなので、ネタを探すわけですよね。でネタを探していて、あ今日これ書こうっていうのを覚えてればメモに書いてたり、頭で覚えてればもちろんそのまま書き出すんですけども、さらにそれを分解して、そのネタの中のじゃあオチはこれにしようとかですね、出だしはこうしようってもう考えると、あとは書き出すだけなので、最初3時間とかかかってたのも、もう最後の方になると30分とか20分とか同じ量がですね、なっていたんですよ。だから生産性を上げるっていうのは、その何かあった時にそれを効率よくするためにどうするのかっていう、頭で考えるっていう、やはりこのあたりがどうしても必要になってくるんですよね。ですから例えば仕事っていう部分で言うと、同じ仕事をより短い時間でこなすこと、これがまず一つですよね。二つ目が同じ時間でたくさんの量をこなすこと、これが2つ目です。私が小学校の日記でトライしたのは、文章をどうやったら効率よく早く書けるかっていうことで時間を短くした、これ1番ですよね。2番の同じ時間でたくさんの量をこなすっていうのは、例えば画像加工とか画像処理とかっていう、そういうこうルーティン系の、単純作業系は
どうやったら縮められるかっていうのを必死に考えるとともに、その縮めた時間の一定の時間の中にさらに仕事を詰めていくっていうふうにすると、例えばブログを書くための画像加工で10個ぐらいしなきゃいけないというか、それぐらいやりたいって思った時に、その10個で時間を短くするっていう考え方もあるし、1時間で12個できるよねとか14個できるよねって、同じ時間でたくさんの量をこなすっていう考え方ももちろんあります。で、あと、同時に3つ目ですね、同じ時間で、仕事の質を高めるっていうことなので、クオリティが上がるっていうことですね。以前はこれぐらいのクオリティだったのが、さらに上がった、このクオリティで仕事ができるようになる。で、これができるようになると当然ですけど仕事の質は上がっていきますので、知的生産性が上がるということになります。じゃあこれをするためにはじゃあどうしたらいいのっていうのは、単純な話、その人自身が成長することっていうのは必要になるんですけれども、成長する過程においてですね、その頭で考える、だから一人で自分でどうしたらいいのかっていうのを考えながら次をやる、だから一個の作業が終わったら同じ状態で済まさないで、次にどうする、次にどうするっていうのを、考えていくっていう、そういう形になりますね。ですから人がこう言ったって言ってそのまま鵜呑みにして動くのではなく、ちょっと待てよと、こういうふうに考えたらいいんじゃないかって必ず一回頭を使うっていう癖をつけると、すごく効率的にやっていけるようになるんですね。で、もう一つ言うとですね、面倒くさがりの人の方が仕事がよくできるんですよ。知的生産性の究極の形なのかもしれないんですけれども、私自身も本当は面倒くさがりです。面倒くさいからどれだけ楽をするために仕事を詰められるかっていうのを、面倒くさくないようにするために頭をすごく使ってやるから、面倒くさがりの人の方が多分仕事ができます。同じこと2回やるのが嫌だと思ったら、どうやったら1回で済ませられるかとか、この作業を15分やるのが嫌だとか思ったら5分にするためにはどうしたらいいのか、大概発明とかできる人って多分これが嫌だからどうしたら楽になるだろうっていうのを考える人が大概発明家で成功しますよね。だから面倒くさいっていう、その、苦痛から逃れたいというその勢いが発明を呼び起こすし、大概ヒット商品っていうのはみんながこううっすらと面倒くさいなとか嫌だなと思ってたことを本気で取り組んで、改革できるような商品を作るから、ヒット作が生まれるんですよね。だから大概そういうのを考える人ってインタビューとか聞いてると、いやこれ面倒くさいなと思っていたいなインタビューが案外多かったりします。ですから私自身もなるべく省力化するためにどうやったら工程を減らせるかとか省けるかっていうのをいつでも考えていて、省略化の方と、あと重複化ですね、レバレッジとかっていう、テコの原理っていう、1個を動かして2個3個の効果出せないかとかっていうのを常に考えるとか、あとドミノ倒し的にみたいなイメージもありますね。1個ポンってドミノ倒してこう前にタタタタタっていく、この1列だけじゃなくて1個倒すだけでこうちゃんと倒れる方向に向かってこう、配列が並ばれてるとバタバタバタって言ってあらゆる方向からどんどん倒れていくじゃないですか。そこまで激しくないにしても1個の仕事をポンってやったら2個3個ぐらいこう成果がパパって出る風に考えて動けないかっていうのをいつも考えているタイプ。理由は面倒くさいからっていうのがまず一つですね。面倒くさいモチベーションまず1個です。あともう1個がですね、楽しいことをする時間を作りたいから、私の場合には遊びと仕事はもちろん境界線がないので仕事は苦痛ではないんですけれども、さらに例えばどっかに行って遊ぶっていうことを考えた時に物理的な時間作らないといけないですよね。例えば私東京に住んでいて、北海道に飛びたいっていうと北海道に飛ぶ飛行機に乗る時間を作らないといけないですよね。北海道で何か遊ぶとかやるにしても、
ということは、その物理的時間を詰めるためにいつもと同じ仕事の量をこなしていたのでは詰めることができないので、例えば6時間欲しいとかって言ったら、その6時間分の仕事をどこかの日に振らないといけないわけですよね。人と打ち合わせをするとかっていうのは、その人とどういう話になっていくかわからないので、単純に削るっていうことはできないので、自分がいつもやってる仕事をどれだけ削れるかっていうことですね。削るっていうのは短縮して早くできるかっていうことですね。だからタイムトライアルをやってみてくださいっていうのをよく皆さんにね伝えるんですけれども、私のモチベーションは遊ぶ時間、本当に純粋に遊ぶ時間を作るために、まあ詰めなきゃいけない仕事の特にルーティーンの部分をどうやったら最高率化できて時間を詰められるか、まあ、ここにトライをするっていうことが、まあ、モチベーションの源泉になってたりしてるので、私の場合にはまあ遊ぶことと楽をしたいという気持ちが、むしろ頑張らせる原動力になっていく。まあ結果として時間が詰まるから他の仕事ができるようになっちゃうから、また仕事入れちゃうから結局仕事をやってるっていうことには変わりないんですけどね。私の知り合いの、事業家の男性もですね、その傾向が強くて、すごくきっちりきっちりこなしていくんですよ、システムを組んで。で、すごいよね、豆だよねって言ったら、いや、めんどくさいからシステムに任せるんだよって、自分の手が入るところをなるべく減らしたいからシステム組むんだっていうふうに言われた時に、ああ、なるほど、そういうことか。っていうすごくね納得したんですよ。自分が動いちゃうと、その何個もこう同時に動かすことができないけど、システムで組んであれば一気にいろんなことを動かすことができますよね。だから全てシステムに頼っていられるような業種と業態と、そうじゃない業種業態があるんですけれども、ある程度自動化をしてシステムに頼ることができるようなものであれば、積極的にやっぱシステムを構築するのは面倒なんですけど、構築した後はめちゃめちゃ楽になるっていうものもねあったりしますので、面倒だなって思ったら面倒だけで終わらせないで、それを解消するためにどうしたらいいんだろうっていうのをもしも考えることができると、かなり仕事ができるようになっていくんですよね。はい。で、あともう一つですね、その考える時に、まあ、何を、アイデアの源泉とかにするかっていうと、人っていうのは自分の頭でまあ考えられること以上のことはまあ考えられないし、現実にはならないっていう言葉があるんですけれどもね。そうすると、まあ頭の脳みその中で考えることが答えになってしまうわけですよね。そうすると、自分の考えのキャパシティを大きくすればするほど、新しいアイディアとか新しい発想法が生まれるできます。で、私の場合には、例えばちょっと突拍子もない方向からアイデアを考えたりとか、自分の事業もそうだし、クライアントさんの事業を提案する時もその傾向があるんですけれども、なぜそういうアイデアが思い浮かぶかっていうと、営業職とか、まあ、接客業をずっとずっとやってきて、ものすごいいろんな人とたくさん会ってて、ものすごいいろんな人とたくさん話をして、本もものすごくたくさん読んで、あちこちに行っていろんな人と会って話をしている。ここがいろんな価値観が自分の頭に入ってきているっていうことがアイディアの源泉になっているかなっていうふうに思うんですね。ですから行くことが、物理的に行くことが時間的に難しかったとしても、本は読むことできると思うんですよ。本はね、本当に優れた、なんていうんですかね、アイディアの宝庫だなというふうに思うんですよ。だから本が苦手な人は、やっぱ自分の人生の豊かさと幅を広げるためにも、本はやっぱり読んでほしいなというふうに思いますし、あと人に関しても、私は会いたい人に会うし、行きたいところに行くっていうふうには決めてはいるんですけれども、時間がもったいないので、会いたい人には会いたくないし、行きたくないところには行かないっていう、まあ、仕事上受けちゃったところで行かなきゃいけないとか、どうしても行きますけれどもね。それはやるんですけども、基本は、会いたい人に会う、行きたいところに行く、まあこれがベースになってます。
ですので、たくさんいろんな人と出会っていろんな場所に行くと、まあ、刺激も多くなるし、本も疑似体験ができるので、たくさんいろんな人生観とかを学ぶことができるので、その経験がいろんなことを考える一つの源泉になっていきます。ですから何にもアイデアを思い浮かばないんですっていう方は、今私が言った3つのことですね、まあ人と会う、どこかに行く、旅に行く、本を読む、これのどれかからでもいいから、トライしてみていただけるとですね、世界が変わることを多分実感してもらえるのではなかろうかというふうに思っていますので、ぜひですね、知的生産性を高める訓練のための、人に会う、どこかに行く、刺激を受ける、本を読む、この辺りを基準にやってみていただければよろしいかなというふうに思いますので、ぜひ頑張ってみてください。それでは。